わあ、お天気にも恵まれて、今日は絶好の初出社日和ですね。新しい後輩さん、一体どんな人なんでしょう。ワクワクが止まらないです。あ、来ましたね。いらっしゃい。こっち、こっちです。おはようございます。私たちの部署にやってきた待望の新人さん。はじめまして。私は片瀬しおりと言います。仕事はあなたと同じですから、いわゆる直属の先輩というやつです。今日からよろしくお願いしますね。とりあえず席に座って。お、このデスクにいっぱい飾っている風船は何かですか？これはウェルカムバルーンですよ。新入社員さんの席に名前が入ったバルーンを浮かべて、みんなが名前を覚えたり、あの席に新人さんがいるなーって知ってもらったりするんです。先輩として私が用意したんですよ。いい感じでしょ。あら、ウェルカムバルーンは知ってると。じゃあどうしてそんな浮かない顔を。え、数が多すぎる。普通は一つでいいんですか。だってお誕生日とかいっぱい飾り付けするじゃないですか。こういうのは多い方がいいと思ってましたよ。でもそれくらい新人さんのことを心待ちにしていたということにしましょう。今日からよろしくお願いしますね。先輩ですから何でも頼ってください。